ハッシーです。こんにちは。また一つね、創価学会の大幹部が、公明党、そして、創価学会の原田会長の体たらくぶりを YouTube で大々的に発表している動画を見つけました。イエーイ止まらない。もうね、一会員が創価学会がダメだって言ってんのとわけが違う。うん、今回はですね、ちょっとこうちゃんと間違いがあるといけないから言います。創価学会中野区です。の大幹部が、ね、原田、ね、創価学会の会長原田って言うんだけど、を告発っていうタイトルだよ。すごい。藤田さんという方です。で、ご夫婦で大幹部だったそうです。中野区で、男子部長、そして青年部長をやって、そしてそのまま今度総年部に上がって、区長なのか、総区長なのか、そういう、要は、中野区のトップです。トップの責任者をなされた方が、今回のワクワクピューピューね。それから、原田会長の、公明党創価学会の私物化。これを、はっきりと YouTube でもう告発しちゃった。すごいね。もう、やったって感じ。万歳だね。いや、このね、流れ止められないな。うん。今、まあ、ある地域のね、方から僕に電話が来たんです、今日の昼間に。で、私は、つって、うん。もう、総年部も超えてね、今、指導部の立場になってると言って、もう、早々のメンバーで、創価学会を、なんていうかな、支えるために、布教活動するために散々頑張ってきたっていう方からの一本の電話があったんです。そしてその方と少しお話をして、その中で今回の、創価学会の嘘、そして公明党のデタラメ、そして、今の、原田、ね、原田ほにゃららっていう会長がいいんだけどさ、これの私物化、これのことを僕に教えてくれたとともに、この中野区の総区長までも脱会したんですと。そして脱会しただけでなくって、この真実をね、喧嘩上等だね。喧嘩上等のつもりで、告発してると。で、散々今回のワクワクピュッピュのことで、他の幹部連中と絶対にこれはおかしいだろうってずっと言い続けてきたのに、お前がおかしいって言われたそうです。で、もうダメだということで、こう創価学会から離れたって言って告発してます。まあ、これね、一会員が言うとか、創価学会の詳しいことがわかる方であればね、こう地区部長とか、まあ、例えば僕なんか文京区だから、文京区の、例えば本部長クラスが言うならまだしも、これが区長とかね、うん、区の責任者だった方が、こういう告発をしてるってことがすごいです。うん、もう時代は本当に、もう嘘がつけない時に来たなって思いました。もう素晴らしかったです、この話聞いてね。何が素晴らしいってね、やっぱり魂から嘘はダメだと、うん、ダメなものはダメ、嘘は嘘ね、トップが腐ったらそれを指摘する、こういうことが言える、うん、これがとても大事だなと思いました、うん、でも本当にトップが腐ってこれを、
ずっと引きずってくるとね、結局こんな世の中になったんだっていうことを本当にね、なんつったらいいかな、実証してくれたね、ある意味ね。本当にすごい。うん、だから僕ね、なんだろう、一創価学会の会員だった僕みたいな人が言うのと、本当に区の大幹部で第一線で会員を指導していたっていう人が言うのとでは本当にね、影響力が本当に違うと思いました。でこれが中野区の方はね、藤田さんって言うんだけど、後でこの YouTube の概要欄にこの方の、YouTube 動画URL 貼っときますんでね、これもよかったら見てください。この勢いね、もう止まらないと思う、本当に。で今回ね、この動画を教えてくださった方も、もう今年70超えた方なんですけれど、本当にね、人生をかけて創価学会で信じて活動して本気でやってきたって言ってました。うん、で今でもですよ、今でも活動自体はやってないけれども、要はこう壮年部っつってね、もう60超えたようなそのご年配の方が集まった会の長やったり、うん、そういうことをやっている、こうなんつってんの、こうどっちかって言えば人を引っ張る側だよね。そういうことをやってきた人がやっぱり今回のね、公明党の体たらくと創価学会のこのなんだろう、でたらめぶりを見てね、もう我慢できなくなったって言って僕に電話してくださったわけだけど、あともうちょっとだよ、あと少し、なんていうかな、僕ね33でしょ、このことが気がついたので、今年57、58だ、ごめん、だから何年、25年か。まあ本当長かったといえば長かった。でもやっと来たなって感じだな。うん、あと少し、あと少し、うん、もうちょっとだから、皆さん本当に期待してください。で多分この勢いは止まらない。そしてもっと明日明後日と 日を追うごとに告発する元創価学会の幹部だったという方、男性でも女性でも関係なく、これからどんどん顔出しで出てくると思う。そしたらもう創価学会はもう息の根を止めるっていうかな、そんな風になるんじゃないかなと思います。うん、で公明党ね、解党とかね、解体とか言ってるぐらいですから、これすごいね。議席が減るとかじゃないんだよ。うん、30ある議席が20になるとかさ、これだって大敗北なのに、そういうこと言ってんじゃないんだよ。解体だよ、解体。もうここまで来たってことだね。うん、ということでね、ちょっとなんかね、急に YouTube 撮りたくなりました。一言言わせてもらいました。ハッシーでした。イエイ。